アップルブックスとはアップルが提供する電子書籍アプリケーション。iOS の対応端末と OS 10 10.9以降を搭載した Mac に対応している。2010年1月27日に iPad と共に発表され、2010年中頃に iOS 4へのアップデートをもって iPhone と iPod Touch に対応した。当初は iOS 端末にプリインストールされていなかったが、 アップストアから無料でインストールすることができた。iOS8 のリリースに伴い、プリインストールされたアプリとなった。2013年6月10日、Apple Worldwide Developers Conference で、クレーグ・フェデリキは、2013年秋には、OS10 m a r v e l i で利用できると発表した。基本は、Apple Books Store にある EPUB 形式のコンテンツをダウンロードして使用するが、 iTunes のデータ同期機能を使って自身で作成した ePub や PDF ファイルを追加することも Safari や a p p l e メールを通してダウンロードしたファイルやマルチメディアを組み込んだ電子書籍を閲覧することも可能である。2010年3月時点の情報によればボイスバーを使用して任意のページを読むことができるという。iVax は2010年1月開催の プレスカンファレンスで iPad と同時に発表されたが、自社ストアはアメリカ合衆国で iPad と iTunes9.1 のリリース3日前にオープンしている。これは歴代 iPhone シリーズの発売で Apple のサーバーに大きな負担がかかったため、それを防ぐための対策とされている。2010年3月31日に iVax ス,ストアは約6万冊取り揃えてオープンした。 2010年4月8日、Apple は iOS4 へのアップデートで i ックスを iPhone、iPod Touch に対応させると発表。これにより、初代の iPhone と iPod Touch への対応はされないことになった。2010年6月8日、WWDC での基調講演で来月行われる i ックスのアップデートで、 pdf ファイルの読み込みだけでなく pdf と電子書籍両方で注釈に対応することを発表した。同年7月1日時点でアイバックスはカナダでも利用可能となっている。一方 iPhone 3GS iPod Touch といった iOS 4が動く旧機種においてアイバックスの動作が遅いことに批判が噴出したが7月19日の アップデートでアップルはいくつかの修正を行った。2011年9月27日、アイルランドでもプレミアムストアが利用可能になった。2012年1月18日、ニューヨークで行われた教育関連イベントでアップルはランドスケープモードでの操作やインタラクティブな読書が可能な i ックス2の無料公開を発表した。 加えて、アイバックスで読めるインタラクティブな教科書を誰でも制作できる新しいアプリケーションであるアイバ a クス、オーサーを m a c アップストアで公開することやアイバックスストアの拡張として教科書カテゴリーを新設することを発表した。2012年10月23日、アップルはアイバ a クス3を発表した。アメリカ合衆国、イギリス、カナダ、アイルランドのみで、 プレミアム向けのアイバックスストアを展開しているが、2013年に日本でもアイバックスストアがオープンした。2013年10月22日にリリースされた OS 10マーベリックスには Mac 用のアイバックスが新規搭載され、Mac でも電子書籍の閲覧と購入が可能になった。2018年9月18日にリリースされた iOS 12よりアイバックスから、 アップルブックスに解明されたサンフランシスコ書体である SF セリフのバリエーションが利用可能になっている2019年より新たにニューヨーク書体が利用可能になっているバージョン3では18個と語に対応しており表示するフォントやテキストを変更することができる英語のフォントではバスカビル、コーチン、ジョージア、パラティーノ、タイムズニューロマン、バーダナ アサラス、チャーター、イオアン、シリベック、ニューヨーク、サンフランシスコが使用できる。アプリケーション内で画面の明るさを設定アプリケーションやマルチタスクバーで設定できる範囲より広い範囲で設定できる。単語を選択して書籍内を検索することもでき、特定の単語をクリックして辞書を選ぶことでその単語の定義を表示することも、 可能で、もしアプリケーションが定義が表示できない場合でも、Wikipedia などの外部サイトで検索できるが、単語の定義を表示することが可能な場合でもオプションで設定できる。読んだところをハイライトすることができ、チャプターやメモがある、電子書籍でそれを行った場合、ハイライトした単語や文章を自動的にセーブするが、さらに別機能として、特定の既読部分をハイライトした後にメモを示す。 こともできる。PDF 方式を除く全電子書籍において以下3つのテーマを選択することができる。ブック、フルスクリーン、スクロールの3つのレイアウトが選べる。ブックやフルスクリーンのレイアウトの場合、タップやドラッグでページをめくることで紙書籍をアニメーションで再現する。スクロールではページめくりはなく、電子書籍は連続したテキストのように表示され、 ウェブブラウザのように縦に読むことになる。2011年5月までは、AA ミルによる1926年の書籍、クマノプーさんが無料でダウンロードできていた。Apple Books は電子書籍の形式として EPUB や PDF に対応している。バージョン2.0では、iVax オーサーで作成されたプロプライエタリな i b o o k フォーマットにも対応している。この形式は、 e-pub 形式を元にしているが、機能実現のために Apple Books のカスタムウィジェットコードに依存している。Apple Books Store とは、iOS 4.0以降が動作する端末及び OS 1 0点九9以降を搭載した Mac に、e-pub 形式の電子書籍をダウンロード販売するシステムである。Apple Books で購入した電子書籍を Windows や Linux といったコンピュータにダウンロードして、 読むことはできない。アップルから電子書籍購入することで、アップルブックスの本棚で、アップルブックストアからダウンロードした電子書籍を表示できる。端末間で同期することが可能なため、読んでいる本の続きを別の同期した端末で読むことができる。iPad のお披露目に際し、ペンギンブックス、ハーパーコリンズ、サイモンシュスター、マクミラン出版社。 アシェットブックグループがアイバックスストアに書籍を供給することを表明した。2010年1月27日の発表で追加の出版社を参入のために招待した。また、プロジェクトグーテンベルクからの無料書籍3万冊以上、自費出版のスマッシュワーズからも供給されるようになった。iPad のイベント前、マグローヒル CEO のテリーマグローが、 CNBC のエディン・バーネットに iPad の発売をほのめかしたとされ、噂を扱ったサイトによって早期に広められ、主要マスコミも iPad の機能について報じるようになった。マグローヒルは Apple のイベントでの iPad のプレゼンテーションに呼ばれなかったが情報を漏らしたことによる装置によるものという憶測が広がった。しかし、マグローヒルはマグロが情報を漏らしたわけではないとし、 イベントへの参加は考えていなかったと弁明した。2011年、アップルのスポークスパーソンは、もしアプリケーション外で書籍を購入できる機能が、アプリケーションにつけたら、アプリ内購入機能も同時につけなければならないと、声明を出した。アップルが持つ30%のシェアは、アプリ内購入によるものであることに起因し、他の書店による、競合電子書籍アプリの財政的実行可能性は、 未知数であることにもかかわらず、アイバックスストアは未だに著作権切れ著作物を除く書籍にアクセスできていない。批判の一部として、アップルブックスのインターフェースが、アンドリューカズとフィルリューによるアップルのテレビコマーシャルにも登場したクラシックスというアプリケーションのものに極めて、正確な模倣をしたものであるこということのがあるが、アップルはこれを認めていない。 アイバックスオーサーで作成された。アイバックス形式のドキュメントはアップルで販売することを承認した場合でしか有料販売できないがテキストや PDF といった他の形式で作成されたドキュメントの場合この制約は適用されない。アップルが公式に EPUB 形式について言及したようにドキュメントを EPUB に変更することに対しては影響はないものの これが明確にならないとドキュメントは E ープ部標準と完全互換でないままになる。2011年6月、アップルは iBook という商標の侵害でニューヨークの出版社であるジョン T. コルビーに提訴された。コルビーはバイロンプライスという SF やファンタジーのシリーズものを iBook の名で出していた出版社を買収したことでその iBook の商標を所有していると主張している。 しかしアップル側も2006年まで発売していたラップトップ PC のシリーズ機種に iBook を発売していた。それでもコルビーは電子書籍を含む書籍出版に関してはその商標を独占的に使用する権利があると主張した。アップルは2010年より iPad で読める電子書籍の販売で i v k s という商標を使用しているがバイロンプライスは1999年より アイバックスブランドで1000冊以上の書籍を販売している。ありがとうございます。